次。兄さん。ネジいる。一石姉ちゃん、危ない。さあ。この刀は俺んだ。死んでも渡さねえ。血が欲しい。おお、血が欲しいか、ニヒルよ。今、吸わせてやるぞ。だが、奴のじゃ無理らしい。俺の血を、吸え。最後のごちそうだ。血に飢えた魔人め。刀は、ニヒルは死んだ。背骨が戻ったらしい。兄貴、しっかり。人殺し、兄さんを助けてってお願いしたのに。ひどいよ、美咲姉ちゃん。兄貴は妖怪を退治したんだぜ。兄貴が負けたら、みんな奴の餌食になっていたんだ。それに兄貴は、田之助から刀を取り上げようと戦ったじゃないか。ひどい人、兄さんをこんな目に遭わせて。人殺し、どっか行って私の目の前から消えて。お前さんの気持ちに添えなくて悪かったな。兄貴。魔人の手から娘の兄を救えなかった百鬼丸。しかし体の部位は取り戻した。不幸と幸せ、絶望と希望。果たして全ての人々が平和に暮らしていける世など本当にあるのか。まとわりつく悲しみを振り払い、苦しみながら前へと進む。百鬼丸は運命に抗い、今日も生きる。